こんにちは。今回は YouTube のちょっと怖い話になりますけども、これはね、花龍馬シリーズの318話になるんですかね。はい、新堂浜名龍馬シリーズの318でございますけども、ここまで YouTube を徹底的にやってきて見えたのはですね、私はまあ今1万本以上の YouTube が動画上がってるんですけども、なぜかね、チャンネル登録っていうの一つ数字を見てみると止まるんですよね。止まったところでもう伸びないというね、そういうことがあります。だから、あ、これ止まったなと思ったら、やっぱりこう大きく方針転換を図らないってはならないのかなと思います。 YouTube がそこで行き詰まってるってことで、それはね、どんなに動画を量産しても新しいネタに入っていっても頭打ちになるってことがすごく多いんですよね。で、原因の大きなものっていうのは多分何者にもなってないんですよ。要するに、どっかの世界で、例えばね、ボクシングの世界で世界チャンピオンになった人が YouTube を始めたら、 YouTube の人気ってのはもうどん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 ね、右肩上がりになっていく。これはね、あり得ることなんですよ。なぜならそれはね、自分がプロフェッショナルという領域にいて、一流という領域にいて、それを YouTube というものが放送したっていうことになるからなんですよ。でも何者にもなってない人が YouTube をやり始めると何が起きるかっていうと、最初はね、最初ですよ、何者にもなってない人同士の中で YouTube をやっているって優位性は生きるんですけども、でもものすごくね、突き抜けた結果を出した人が一人いたら、もうそういう人は必要になってなくなってしまって、中堅に入れなくなっちゃうんですよね。で、そこそこ成功した、まあ間違ったね、成功体験があるんで、そのまま行ってしまうんですよ。で、そろそろやばいかなと思った時にはもう袋小路になっているってことです。これがね、芸能人の方をはじめ結構ね、多いんですよね。 YouTube を始めた方、芸能人の方でも YouTube に参入してきて、あれ、そういえばあの人最近更新してないよねっていうふうに思い出すことが結構あるんじゃないかなと思います。私はもともと見ないんで分かりませんけども、広く YouTube を評価するときに考えるのは、YouTube に参入したときは鳴り物入りだった有名人、芸能人でも半年ぐらい経ったらね、更新してるのかどうかすら分からないぐらい、自分のYouTube のアプリを開いた時に出てこなくなってるっていう現象なんですよ。で、それが自分だけかなと思ったら、他の人にもそうなってる。だから再生が伸びなくなったりね、チャンネル登録が伸びなかったりして、そこで終わってしまうんですよ。もちろん芸能人、有名人でしたらチャンネル登録が15万人とか30万人みたいなところで、止まりますんでね、まあそこそこそれでいいんじゃないかなっていうところまでは来るんですけども、恐ろしいのは YouTube をやるがゆえにね、成長発展しなくなっているっていう現実に多くの YouTuber は気づかないってことなんですよ。これが恐ろしさですよ。で、いわゆる一般の会社勤めっていうのは強制的な教育がありますんで、どう考えてもね、成長するんですよ、はっきり言って。残念ながら企業の中に限ってという成長ですけども、でも YouTube の場合はね、自分で積極的に学びに行ったりとか、自分のウィークポイントを指摘している人がたまたま現れてもしない限り、自分ができている自慢でね、できているつもりで行ってしまうんですよ。なぜなら当面は数字がキープできてからなんですよ。で、何かをやれば多少の数字の変更は、変動はあるからなんですよ。でもそれが人生に大きなアクションを与えれるかっていうと、別にそんなことはなくてね、ここに自己肯定感を排除するための勇気が必要になってきます。これは歌方のものであって、失われるものだってことですよね。だから結局はどっかで自分が何者かにはなっていかないといけないんですよ。その何者かになった自分が YouTube と融合すると、大きな力、そして継続的な力が出てくるってことなんですけどね。残念ながら、YouTube をやって、そうですね、2年3年続いた方でも2年3年で、終わってしまうという、そこで止まってしまうということなんで、YouTube でね、稼ぎ始めたかなと思った方でも結局は再就職を見つけていくっていうのが、私がこのね、8年間見てきて感じることですよね。非常に見たくないな、こんな姿っていう人が、その見たくない姿を晒したりとかね、YouTuber 同士 そのやり取りをしていた方が、いつの間にかね、どこどこの保険会社入ったんですよって言ってからね、なんかその保険の面談を YouTube でしようとしてくるとかね、それを、別に保険のことはけなすわけじゃないんですけども、 YouTube ってものを中途半端に成功したがゆえに訪れる末路だなと思ってるんですよ。これがね、本当に手遅れの時に YouTube が行き詰まっちゃうのと、それからもう最初からね、YouTube に可能性がないのとっていうことで考えると、最初からなかった方がそれは傷は浅かったなと思うんですよ。下手に YouTube の成功体験があるから優越感に浸って、再就職した先でもうまくいかないっていうね、こういうふうな反動も来るんですよね。これが
私が1万本以上の動画をアップロードしてきて、そして1000人以上の速回塾の塾生さんとそれ以上の相談者の方をこの、ね、抱えてみて分かったことですね。これがこれからも続くなと思います。ああすごいなと、なんか気の毒だなと思いますよね。だからね、継続してそれでもやっていかないといけない時に行き詰まってしまうっていうね。やっぱりどっかで何かに何者かになっとかないときついなっていう、まあ、お話でございました。